エドワード・ハム・エドワード・ハム・バートン・ハム、1906年4月13日から1982年6月25日は、アメリカ合衆国、アーカンソー州出身の男子陸上競技選手。総幅跳びの元世界記録保持者で、1928年、アムステルダムオリンピックの金メダリスト。ハムは1906年に、アーカンソー州。 ロノーク軍で6人兄弟の長男として誕生した。子供の頃からスポーツに引いて、特に陸上競技にその才能を発揮していた。高校時代は、州大会の総幅飛びで3連覇。2年生の時には7.06メートルの州記録を樹立している。さらに、220ヤード走も3連覇。また、100ヤード走も2度制している。ハムは、 一年の時にマラリアに感染していながらこれだけの成績を残している。もし感染していなかったらもっと良い記録を残していたのは間違いはなかった。1925年にはアーカンソー大学で行われた高校選抜陸上大会に出場。この大会にロノーク軍からハムを含め二人しか参加しなかったが、ハムは4種目に優勝。 440ヤードで3位という成績を残し、リレーに出場できなかったにもかかわらず、リトルロック高校を抑え総合優勝を果たした。1924年にハムは7.38メートルの世界高校記録を樹立した。これにより、ボストンで行われる1924年、パリオリンピックのアメリカ代表選公開への出場権を得た。 ハムは大会に出場するため、リトルロックのコーチから100ドルを借り、ボストンに出発した。しかし、アメリカ代表になることはできなかった。ハムは、翌年からコーチの元に返済し終わるまで2ドルから5ドルずつ、持参し続けた。ハムは、ジョージア高科大学入学後も、才能を発揮する。サウスイースタンカンファレンスで、 100ヤード、220ヤード、総幅跳びの3種目とも3連覇を達成する。1928年には、総幅跳びで SEC 記録となる7.79メートルを達成した後、アムステルダムオリンピックの代表選考会で、ついに7.90メートルの世界新記録を達成した。アムステルダムオリンピックに出場したハムは、 7.73メートルのオリンピック新記録で2位のハイチのシルビオカトールに15センチメートルの差をつけ金メダルを獲得した。オリンピック後、陸上チームでイギリスとドイツを転戦、ハムもすべての競技会で勝利した。ハムは1928年、大学を卒業後数年間は、学校の陸上のコーチを務めたが、その後、アメリカ西海岸とアラスカで、 コカ・コーラの販売する会社の役員となる。1982年にオレゴン州にて死去した。去年76歳。ハムの遺骸は、ハムが何度も釣りに訪れたオレゴンの湖に巻かれた。ありがとうございます。